どうも、ハイチと申します。本日の情熱大陸をご覧いただきまして、私の存在、そしてこのチャンネルの存在を初めて知っていただいた方も多いかと思いますので、簡単ではありますが、このチャンネルについて説明させていただければと思います。こちらのチャンネルは、とある男が授業をしてみたという名前でやっておりまして、やってる人間が私、ハイチです。本名ではなくて活動名なんですが、葉っぱの葉に数字の1でハイチと読みます。よかったら名前を覚えていってください。チャンネルの名前に授業をしてみたと入っている通り、授業をやっているチャンネルです。で、対象としては小学3年生から小学6年生までがまず算数です。で、次が中学生がメインになるんですけれども、中学生は国数英理社、主要5科目と呼ばれるこの5科目についての投稿してます。で、高校生は数 1A2B3 と数学のみを投稿している、そんなチャンネルだと思ってください。動画の撮り方にも特徴がありまして、学生の方が教科書を使いますよね。教科書を丸々一冊全部授業動画にしています。例えばつまずきやすいところってやはりあるんですよね。中学生で言うんだったら数学で因数分解だったりとか二次関数ってあるんですけれども、そのつまずきやすい問題だけをピックアップするのではなくて、もう全部連番で取ってます。だからどこでお子さんが、子どもたちがつまずいたとしてもサポートができるように、つまずく場所ってやっぱりつまずきやすい場所は決まってますけど、つまずく場所ってその子その子によって違うので、全部動画にしてますので、もし例えば学校の授業とかでわからないなって不安だなと思うところがあれば、探していただければ必ずそこをサポートできるっていうのがうちの取り方になってます。そして授業動画と、もう一個メインコンテンツなのが相談やアドバイスをする動画です。こちらは普段学生の方、今では学校の先生や保護者の皆様からもいろいろいただくんですけれども、例えば相談だったりとかアドバイスが欲しいなどのこうメールをいただくので、それに動画でお答えするっていうのもやっています。普段の授業っていうのはあまり本当顔が映らないように意図的に撮っているんですけれども、その相談とかに関しては顔をこういう感じで出して、自分の思っていることとか経験談とか、もともと塾講師もしてましたので、塾講師時代の生徒の話とかを出しつつ、こう言ったらこうやったらいいんじゃないのとか、こういうふうにやるといいですよっていうお話をさせていただいてます。そしてもう一つ皆さんに覚えておいてほしいことがありまして、今 YouTube のご覧いただいている YouTube チャンネルの動画もあるんですけれども、これをまとめたホームページが外部にあります。で、これは調べていただくときに数字の19に CH 塾チャンネルというものなんですが、こちらが私のホームページです。で、ここにはもちろん YouTube の中にも再生リストといって、中学校2年生の数学ってやればちゃんと連番で全部並んでるセットが出てくるんですけれども、その外部サイト、ホームページの方にも一覧で並んであります。だから検索すると探しやすいっていうメリットがあるのと、もう一個はですね、自分の授業動画何か一度拝見していただけると分かりやすいんですが、再生すると最初が問題になってます。例えば穴埋めだったりとか、数学の問題、算数の問題が載ってる状態です。だから大体の子どもたちがそこで動画を一回止めて、その問題をノートとかルーズリーフに解くっていうのをやったりします。で、ここの最初の問題のページのスクショの PDF を無料でプリントアウトするっていうのを、その塾チャンネルの方で行っています。なので、もし家にプリンターがあるっていうことが前提にはなってしまうんですけれども、無料でやっていますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。で、よくこう、特に小学生の子たちがやっていますが、プリントアウトしてもらって、そこにもプリントに書き込んで、で、動画を一番最後まで早送りしていただけると答えが載ってる状態になりますので、そこで丸付けをすると。で、間違った問題はそこの解説の部分だけ、 YouTube はね、動画をこう好きなところに移動できますので、移動してもらってその部分だけ解説を聞くという使い方が、個人的には一番効率的なのかなと思っておりますので、こう使ってと決めつけるつもりはないんですけれども、ぜひその塾チャンネルの方もうまく利用していただけたら幸いです。そして最後に、学校の先生に向けてなんですが、以前休校になった時にですね、たくさんの問い合わせをいただきました。その内容が、うちのこの動画を子どもたちに勧めて良いか、その動画を使っても良いかっていう問い合わせです。で、こちらは、営利目的でなければもう好きに使ってくださいとなってます。で、去年まではですね、一度塾チャンネルの方に申し込みフォームというか、一回連絡をいただいてこちらで把握をするようにしていたんですけれども、学校の先生ね、特に休校の時とかもバタバタだったと思いますので、それをなしにしています。で、それは今も変わりません。なので、先生方の方でもし、利用価値があるというか、生徒さんのために使えるなと思うようであれば、営利目的でなければ自由に使っていただいて構いませんので、ぜひうまく使っていただけたら嬉しいです。
という感じで駆け足になりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。もちろん授業とか相談に答える動画以外にも撮ってたりします。毎週日曜8時にはダラダラジオっていう勝手にラジオ番組みたいのやってたりとか、あとは1年に1回歌ってみたっていう本当に歌を歌うっていう動画を投稿したりとか、ちょっとねあれって思われることもあるかもしれないんですけれども、基本的には授業をやっている人間ですので、うまく皆さん、学生の皆さんはそうですし、もし親御さんが見ていらっしゃるようであれば、皆さんのお子さんに必要なところだけでいいです。全部を見る必要はないです。必要なところだけでもこういうのがあるよっていう、こうお声掛けというか、こう紹介をしていただければ嬉しいなと思っております。で、今後もですね、今はもう大体教科書の動画が撮り終わっているので、例えば高校受験対策といって、少しこう実際の本当の受験出た問題のレベルが高いものとかを動画にしたりはしているんですが、もともとはその教科書レベルはもう全部揃っている状態になっていますので、中間期末テストとか普段の勉強のお供にこれからも使っていただければと思っております。はい、ということで拙い話ではありましたが、本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。そして今後もどうぞよろしくお願いします。以上、あいちでした。